ハムが君と話したいってさ。彼女は戻ってきたんだ。計算中。インスティチュートの存在により北側の全ルートで発見される確率が 52% 増加しました。 52%？ それはかなり危険だ。フィクサー、再び炎の中に放り込まれる気分は？状況は悪いのか？大惨事になる可能性が。ドクターアマリが困難に直面している。あなたは以前に会ったことがあるわ。でも組織内で彼女が担っている重要な役割のことは知らないでしょ。人造人間たちはメモリー殿へ行き、そこでドクターから新しい記憶をもらい出ていくことになっている。でも新しい患者がそこを動けずにいる。脱出ルートが危険にさらされているため他の方法を探しているわ。なぜ人造人間は新しい記憶を？記憶をもらうかどうかは自由よ。もらう人造人間にもそれぞれの理由がある。捕まるのを避けるために多くの者がそうするわ。彼らは私たちの世界のことを何も知らない。そのせいで間違いを犯し注意を引いてしまうケースが山ほどある。ファム、レキシントンを通るルートはどう？スイッチボードはインスティチュートの活動の中心です。発見される可能性は中心地に近づくと飛躍的に上昇します。わかるように話して、ファム。スイッチボードの近くでは作戦行動はできないと言っているんだ。第一世代が守っている元のルートを通らなければならない。何をすればいいか教えてくれ。これ以上話しても無駄よ。あなたのやり方でやるわ、キャリントン。ドクターアマリに別ルートを見つけるのは不可能だと伝えてちょうだい。あなたは最後の脱出のためにルートを確保して。責任は重大よ。やり遂げて。確認しました。医療処置を受けに来てるんだろ。フィクサーが到着。どうしたのか見てみよう。先月連邦を通過できた人造人間は何人？歓迎する。俺たちは個性的で狂気じみた連中だが、お前もこれから一緒に過ごさないといけない。そういえば相棒に抵抗がなければこのままいい感じを続けてもっと一緒に旅をしようぜ。ここで必要とされているのではないのか？俺の仕事は大体は情報活動だ。だからいろんな場所に行けば行くほどいい。それとお前はいい目隠しになる。お前の影にいると秘密を知る機会がたくさんある。では行こうか。準備はできてるぞ。君たち二人で行くの？連邦はぶったまげるだろうね。心配することなんて何がある。二人でどれだけ面倒が起こせるというんだ。ハンコックは僕らの活動を見て見ぬふりをしているわけで、フリーダムトレイルを歩いて。アマリ、あなたが H222 の話していた仲間ね。一人の人間があれほど過酷な経験を乗り越えてきたかと思うと、患者は今休んでいる。さよならを言いたかった。やめておいた方がいいわ。彼はもう何も覚えていない。昔の生活のことは。彼は何も覚えていないのか？記憶は完璧に消した。新しい人生はロックスバリー近郊の小さな農家で始まった。彼が知っているのはそれだけ。彼と話ができてどれだけ説明しても記憶が蘇ることはないわ。彼はあなたのことを覚えてないし思い出すこともない。さよならを言うチャンスがなかった。彼は麻酔を投与される前にあなたのことをいろいろ話してくれた。さよならを言えなかったのは残念ね。それで彼を脱出させるための計画は？元のルートを使わないと他に方法はない。それが計画？慎重に判断する人たちだと思っていたのに。でもいいわ、言い争う気はない。モールデンメトロセンターに行って、そこにいる全ての第一世代を排除してほしいの。一体も残さずに。 H222 と彼の未来はあなたに託す。彼がここから去ったらこの会話もなかったことになる。彼はここにはいなかった。立ち去る前に机の上のホロテープを持って行って。個人的なメッセージよ。
あなた医者にさよならを言っていいと言われたよ、ワンダラ。決めたよ、手術を受けることに。記憶が全て消えることは分かってる。悲しまないで。悪夢を見るか。この世界が、SRB が狙われる悪夢を。耐えられないんだ。みんなは新しい人生を始めた方がいいって言ってる。その方が幸せになれるって。唯一の心残りは、ストックトン爺さんを忘れてしまうことだよ。そして、ハイライズとあなたも。思い返してみると、恐怖しかない。恐怖以上の思い出ばかりだけど、新しくできた友達のことが恋しくなると思う。時間よ、H2。ありがとう、ワンダラ。のくだらない住み分けのせいでこういうふざけた事態が起こる。お前はグッドネイバーから、私はグリスウォルドの隠れ家から仕事を受けた。どうしてこんなことが起こる？グリスウォルドで問題が起こって、本部に秘密のメモを送る。大物を送り込めと。その一方でドクターもトラブルを抱えて同じように秘密のメモを送る。そしてこの笑える結果になった。それが安全のために支払う代償だ。まさかそんな戯言を信じるのか。まったく。とにかく私たち二人がここにいる。大物同士が協力して少しばかり敵を驚かせてやるのはどう？お前とディーコンの現場での働きぶりを自分の目で確認するチャンスだ。いつもなら温泉と編み物を楽しむところだけど、暴れる準備はできてる。作戦に関する詳細は？どこに行けばいいかもろくに聞かされていない。やろう、グローリー。先導してくれ、相棒。人でもそれを欲しがるとは思えない。モールガットのミートローフを食べたこと急に後悔している。敵の層攻撃はどうやら失敗のようだな。センサーが異常を検知。どこに？あるいは何かはわからないですが、そこにいるのはわかっています。車両間の通り抜けは禁止されています。隠れている有機生命体を出生さが避難します。敵を排除。ダメージを受けています。ちょっとむちゃくちゃにした。そんな、それでやめると思うのかい。ただの迷惑だ。
けるのも選択肢の一つだぞ。撃たないから約束する。みたいですね。始まったか。何が欲しいのか教えてくれ。それを取れ。できるよ。届かないぜ、ボス。ボスの皆さん、こっちだな。仕事を終わらすよ。生ゴミは指定された場所に捨てましょう。どうやってそこまで行けばいいんだ。できない。俺のものはお前のものだ、相棒。
許可できる。いや、俺の名はドラムボーイだ。秘密の受け渡し場所を管理して、エージェントにどこに向かうか指示を出すのが仕事だ。場所を変えたいなんて言うつもりじゃないよな。結構大事な仕事じゃないか。ああ、そうだな。掲示板に書いときゃ済むような内容だけどな。これからたびたび顔を合わせるようになるだろう。ドクターアマリに接触してちょうだい。
ルートの詳細は彼女が知っているわ。ルートの安全は確保した。 H2 を移動できる。分かってる。モールデンでのことはすでにグローリーから何度も聞いたわ。作戦上の安全を確保できるなら偶発的な連絡の行き違いでもいいわ。それから H222 は安全に脱出したとアマリから報告が。また H2 を助けることができてよかった。彼には守護天使がいるようね。とりあえず危機的状況は乗り切ったわ。お礼にこれを。